ヘフナーのリミテッドエディション、60th anniversary キャバーンベースをご紹介いたします。こちら、ヘフナーの皆さんご存知バイオリンベースと言われている、まあ、500の1番という、ベースなんですけれども、ポール・マッカートニーさんがですね、最初に手にした61年製のバイオリンベース、通称キャバーンベースって言いますけれども、こちらが誕生60周年ということで、その誕生60周年を記念したリミテッドエディションのベースになります。こちらの、まあ、60周年のベースですけれども、まあ、人間でいうと還暦ですよね、私とそう変わんない年回りになりますけれども、こちら60周年ということで、全世界60本しか作られていないベースになります。さらに、日本国内にはわずか6本しか入荷されないということで、大変貴重なリミテッドエディションになります。60周年、どこが違うのかと言いますと、大きな違いはこの専用ピックガードですね。このメモリアルな1961から2021ということで60周年特別なピックガードがついています。もちろん普通のピックガードもついてますので、通常お使いになるときはそちらをつけていただくのもいいかと思います。こちらの61年のキャバーンベースですけれども、特徴的なのはピックアップがこちらに2つ並べてついてます。よく今ポール・マッカートニーさんの画像を見るとこちらとこちらについてたりとか、まあフロントトリアですね、ピックアップ離れてますけども、最初に使っていたバージョンはこのピックアップの並び、フロントの方に2つ寄っている、これがキャバーンベースの特徴になります。大きなキャバーンベースの特徴として挙げられますのがバックですね。こちらは真っ平らな状態になっています。表は R がこのようにこうついておりますけど、ご覧いただけますでしょうかね。こういう光を当てるとこういうふうにアーチが取られているのがわかるかと思いますが、裏は平らなメープルであります。細かく再現された61年ということですが、ルックス的にヘッドを見ますとバーチカルロゴですね、主なバイオリンベースを代表とするものを全てロゴは、ここに横向きにヘフナーっていうのが入ってるんですけども、当初61年のものはこちらに縦にヘフナーって書いてある、バーチカルロゴと言われているものですけども、これを再現しています。あと特徴的なのはこのペグですね、こちら一つ一つ独立したペグになります。それとノブ、こちらの方もラグビーボールのようなラウンドのついたノブ、これが特徴的ですね。一本一本手書きのシリアルが記入されています。60分の20、こちらの方は、世界で20本目ということですね。コントロールも通常のヘフナーとまるっきり同じです。2ボリューム、それからそれぞれのピックアップのオンオフスイッチ、それとトーンがソロとリズム、こちらの2種類をスイッチで切り替える、そんなようなコントロールになります。
ヘフナー小さいボディで軽量なベースになります。重さ 2.44 キロと非常に取り回しのいいベースなんですけども、かなり低音がガシッと出てくるような素晴らしいベースになります。60周年リミテッドエディションということで非常に、貴重なキャバーンベースというふうになります。ぜひお試しください。60周年の限定モデルということで、特徴的なピックガードもついておりますけれども、こちら、その他鑑定書とかですね、キャバーンベースのブックレット、それからバッグ、キャバーンクラブの DVD、 ステッカー、ストラップ、マイクロファイバークロスとかですね、まあ、通常のピックガードもついております。さまざまな60周年ならではのプレミアムがついておりますので、こちらもお楽しみください。